皆さんこんにちは。今日は世界的に人気を誇る K-POP グループ BTS のリーダー RM ことキム・ナムジュンについて詳しくお話しします。彼の驚くべき知性や学歴、そして英語力について深く掘り下げていきますので、最後までぜひお付き合いください。まずは RM のプロフィールから見ていきましょう。 RM の本名はキム・ナムジュンで、1994年9月12日生まれの現在29歳です。身長は 181cm、 体重は 74kg、 血液型は A 型です。ソウル特別市トンジャク区サンドドン出身で、家族構成は父、母、妹1人、そして愛犬1匹だそうです。現在はハニャンサイバー大学大学院で広告メディア MBA を勉強中とのことです。 BTS ではリーダーでありメインラッパーとして活躍しています。デビュー当初はラップモンスターという名前で活動していましたが、現在は RM として知られています。 RM の才能は音楽だけにとどまりません。彼の知性は特筆すべきもので、 IQ が148あるという噂があるほどです。これは東大生の平均 IQ が120程度だと言われていることを考えると、いかに高いかが分かりますね。 IQ148 というのは人口の上位 2% 以内に入る数値で、かなりの天才と言えるレベルです。しかもこの IQ は RM が中学2年生の時のものだというから、さらに驚きです。 RM の学歴についても見ていきましょう。 RM は幼い頃からヒップホップにのめり込んでいましたが、同時にかなりの勉強家でもありました。中学2年生の頃、独学で勉強した TOEIC でなんと850点を取得しています。これは多くの社会人が目標とするスコアですよね。さらに学生時代に受けた模擬試験でも相当な成績を収めています。2014年に M ネットで放送されたビートルズコーズ 3D という番組に出演した際、 RM は全国模擬試験の成績が言語、数学、外国語、社会科目とも全国 1.3% 以内だったと明かしています。これは韓国の難関大学に入学できるレベルの成績です。実際 RM の学力はコリョ大学が狙えるレベルだと言われています。しかし RM は音楽への強い思いから難関大学への進学を諦め、 BTS の活動に専念することを選びました。それでも彼の学びへの意欲は衰えることなく、多忙なスケジュールの中で進学しやすい通信制の大学であるハニャンサイバー大学に入学しました。現在は大学院に進学し学び続けているそうです。このように RM は音楽活動と学業を両立させる努力を続けています。さて RM の高い知性について話題に上がることの多いメンサについても触れておきましょう。メンサとは1946年にイギリスで創設された国際グループで、全人口の上位 2% の IQ を持つ人だけが入会できる団体です。 IQ130 以上が全人口の上位 2% とされているため、 RM はメンサ会員になる条件を十分に満たしています。しかし現時点では RM がメンサ会員であるという事実は確認されていません。ただ同じ韓国のアイドルであるブロック B のパクヒョンが IQ156 でメンサ会員になったという例もあるので、将来的に RM もメンサ会員になる可能性は十分にあるでしょう。次に RM の英語力について詳しく見ていきましょう。 RM の英語力は BTS メンバーの中でも群を抜いています。海外滞在経験がほとんどないにもかかわらず、 RM は独学で英語をマスターしました。彼の TOEIC スコアは900点を超えるハイレベルで、海外メディアからのインタビューのほとんどを RM が一手に引き受けています。現地の英語にも物怖じせず、スムーズなフリートーキングができることで高い評価を得ています。そのため RM は乾燥職人という異名まで持つほどです。2018年には国連でスピーチを行い、その堂々とした姿と流暢な英語で世界中の人々を魅了しました。では RM はどのようにしてこの驚異的な英語力を身につけたのでしょうか。 RM の英語学習法はとてもユニークで、シットコムを活用したそうです。シットコムとはシチュエーションコメディの略で、コミカルな要素を最大限に生かしたドラマのジャンルです。 RM が特に活用したのは、アメリカで1994年から放送が開始されたフレンズという人気シットコムでした。 RM の両親がフレンズの DVD を買い与え、 RM はそれを何度も繰り返し見ました。最初はハングル字幕で、次に英語字幕で、最後は字幕なしで視聴するという段階を踏んで学習したそうです。
この方法は楽しみながら自然に英語を習得できるため非常に効果的だったのでしょう。さらにドラマに出演している俳優のセリフを真似して声に出して練習することでより実践的な英語力を身につけていったと考えられます。この学習法は英語を学びたい人にとって参考になる点が多いですね。好きな作品を楽しみながら学べるのでモチベーションを維持しやすいですし、日常会話で使える表現も自然に身につきます。 RM の英語力は BTS の世界進出に大きく貢献しています。海外のインタビューや授賞式でのスピーチなど RM の流暢な英語は BTS の魅力をより多くの人々に伝える重要な役割を果たしています。また RM の英語力は彼自身の音楽制作にも大きな影響を与えています。英語の歌詞を自ら書くことができるため、より国際的なオーディエンスに向けた楽曲を制作することができるのです。さてここからは RM の私生活について、特に結婚や恋愛に関する話題を見ていきましょう。 RM の結婚については多くのファンが気になっているところですね。結論から言うと2024年10月現在 RM は結婚していません。 BTS のメンバー全員が熱愛説や結婚に関する事実自体がほとんどないようです。 RM は1994年生まれで、もうすぐ30歳の誕生日を迎えます。一般的に見れば恋人がいたり結婚していたりしてもおかしくない年齢ですが、世界的に有名になった今、 RM の熱愛や結婚は大きなニュースになります。そのようなビッグスクープが出ていないということは、現時点では結婚の事実はないと考えられます。では RM に彼女はいるのでしょうか。この点についても明確な情報はありません。実は RM は2023年10月にファンとのコミュニケーションサイトウィバースでこの話題について興味深い発言をしています。ファンから彼女を紹介してほしいと言われた際、 RM は本当に欲しいが今はいないと答えたのです。この発言が事実だとすれば、少なくとも2023年10月の時点では RM に彼女はいなかったということになります。しかし芸能界では恋愛に関する情報を隠すことも多いので、この発言をそのまま信じるべきかどうかは慎重に考える必要があるでしょう。 RM の結婚や恋愛について話題になるとき、よく取り上げられるのが指輪の存在です。過去に RM が薬指に指輪をつけていたことが発覚し、ファンの間で話題になったことがあります。特に注目されたのは2020年9月に韓国の KBS ニュース Q に出演した際のエピソードです。この時 RM は左手の薬指にはめていた指輪を右手に付け替える姿がカメラに捉えられました。この行動に対し一部のファンの間ではペアリングを隠すために撮った行動ではないかという憶測が広がりました。しかし多くのファンは別の解釈をしています。 RM は普段から指輪を多く着用しており、それは彼のファッションの一部だと考えられています。 RM の性格上、ファンに不必要な心配や誤解を与えるような行動を避けるために左手から右手に付け替えただけだろうと解釈されています。実際現在でも RM が左手や右手の薬指に指輪を着用している姿が時々見られます。これらの指輪はペアリングというよりはファッションアイテムとして使用されていると考えるのが自然でしょう。 RM の恋愛観についてさらに詳しく見ていきましょう。 RM の好みのタイプは内面と外見の両方で、かなり具体的な理想があるようです。外見的には身長166から170センチメートル、体重50キログラム程度の女性を好むそうです。髪型は黒髪のストレートロングヘアが好みだとか。年齢は1991年から1999年生まれ、つまり同い年か年上が理想だと言われています。ファッションは白い T シャツやジーンズ、赤いコンバースなどカジュアルなスタイルが似合う女性が好みのようです。またナチュラルで体のラインが綺麗な、スタイルのいい女性、セクシーで色白な女性も RM の理想のタイプだと言われています。内面については賢い女性や長時間会話が楽しめる女性、女性らしい立ち居振る舞いができる女性を好むそうです。これらの情報から RM が知的で魅力的な女性を理想としていることがうかがえます。 RM の恋愛観は彼が作詞に関わる BTS の楽曲からも垣間見ることができます。ファンの間では RM が恋愛をする立場として切々とした歌詞を書くのが得意だという指摘があります。多くの BTS の恋愛ソングは駆け引きが上手な男性像ではなく、愛にまっすぐで真正面から相手に愛を伝えるような
歌詞が多いのです。これは RM の誠実な性格や真摯な恋愛観を反映しているのかもしれません。 RM は恋愛においてあなたを愛して自分がどのように変わっていくのか、そのようにあなたをもっと愛するのかといったテーマを歌詞に込めることが多いようです。これは RM が恋愛を通じての自己成長や相手との絆を大切にしていることを示唆しています。 RM とお付き合いをすると幸せな関係が築けそうですね。今後の RM の恋愛に期待したいです。いかがでしたでしょうか。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。